ですがそれは分かりました。その事実関係については見解の相違が。分かりました、ありがとうございます。ナオミ・カシュナー判事だった。警察に対するカシュナー判事の立ち位置はごくごく左寄り。カシュナー判事からネルツの関係者に対する強制捜査の令状は得られない。まさに予想通りだ。戦争にルールはない。どうすけ面倒さ、ここで臨時審問会を開く。懸案となるのは我々の中に潜む非協力的分子だ。彼なら大丈夫。俺を試したのか。信頼できるか確かめないとな。君のパートナーは最初から大丈夫だと受け負ってくれたが。さて、ストダードとの取引についてネルツは漏らしたはずだ。ああ、言ってた。なら早速ネルツのオフィスに戻り、監査部に渡せる証拠を見つけてくれ。ハリケーンが接近中なのは分かっているが、時間がない。やつだ。参ったな。鑑識が調べた後みたい。どうする？鑑識はストダードを調べてたわけじゃない。そうね。何か見つけたらすぐドーズに報告。警察の不正だと判断されたらもうどうにもできない。ドーズに任せるのか？どうだ？ストダードの逮捕はメリットがない。誰にとっても。ストダードは黒だ。その事実は変わらない。ここで見張ってる。中を探って。あいつを引きずり下ろす証拠を見つけ出して。もちろんだ。じゃあ私は建物の外を確認するわ。ゴミ入れとかね。分かった、常に連絡しろ。ストダードは署内に仲間がいたと思うか？多分ね。腐った連中は仲がいいから。証拠を隠されてなきゃいいが。ありえるわね。ストダードも決して間抜けではないわ。動かした後、最近だな。OK、番号なら分かってる。よし。レミー・ネルツの保険、テイクワン。8月14日、金曜日の夜、これからストダード。次はもう一歩踏み込んで手を結び、お互い得になる話をしようじゃない。ストダード、見つけたぞ。カイ、見つけたものがある。これから下に向かう。了解、私は下の出荷場所にいるわ。
あった。ネルツとストダードの会話記録だ。監査部に渡せば確実な証拠になる。ネルツは金をどこかに保管していた。ストダードはそれも探しているはずだ。調べて。これは何だ。そんなこと私に分かると思う？ネットで調べたけど、このガラクタを売ってるのはパームコートモールのドーモロボットって店だけ。倉庫に隠したとは思えない。だから倉庫の住所もちゃんと調べた。すぐに行ってみよう。そうね、私なら正面からは入らない。スタダードが一人で出てきたら俺は死んだと思え。ええ、そうする。ニック、CP から不審なバーについて連絡があったの。私はそっちを。ああ、分かった。連絡は絶やすな。わかった、わかった。動くな。逮捕する。分かった、分かった。
警察だ。そこで止まれ。おい、いないぞ。火を喰らわせてやる。奴はこっちに来た。そっちだ。燃え尽きろ。CP、容疑者を拘束した。ストダードを見つけたら話して。了解よ。何か口を滑らすかもしれないわ。いいか、お前たちの草のことはどうでもいい。どうせ2年で合法になる。知りたいのは誰がネルスの金を動かしたかだ。そいつは俺らの報酬だよ、草野郎。そうか、昨日からだが、ボスは俺だ。言ってる意味わかるな。てめえが仕事をして、その報酬を別のやつがかさろうとしたら、あんたどう思う？だから言ってる。話し合おうって。ん？なら、早速始めよう。どうだ？何人か連れて下に向かった。オーケー、追って。ここにいるのは危険だ。ただの気のせいか。下でストダードを探してちょうだい。何なんだ。なぜ？なしか。なぜ？Come on.
警察だ、動くな。言う通りにする。どうやら保安用の端末だな。栽培場か。ストラードがいたぞ。リサ、リサ、お前のつぼみはなんて素敵なんだ。そんじゃ。ここで鉢合わせか。まったくだ。銃を捨てろ。フォルスターに戻しても。捨てろと言ってるんだ。ニック、話し合おうぜ。ニック、今バンの連中を追ってる。よすんだ。仕掛けるのは危険だ。ニック、連中の行き先を。ニック、今の音は何？大丈夫、心配はいらない。そう、黙ったら逮捕も何もない。燃やそうとしてる。ああ、そうか、おかしいだろ。面倒さ、こっちだ。ストラード、泣きやがって。それなら急ぐぞ。ネルスは面倒が起きた時のために店に何人か常駐させてる。加えて会が起きた連中だ。今の状況、本当に暴乱じゃないぞ。俺のパートナーだ。行くぞ。
ンいないぞ。こっちだ。はい、はっきり聞こえない。なんて言ってるんだ、マジで。警察だ、止まれ。ああ、分かった。逮捕する。ああ、分かった。絶対降ろすな。ああ、分かった。そうだ、お前のせいでこっちもルール違反だ。なあ、ニク、悪いことをしてる警官は俺だけだと思うのか。いや、だが少なくともお前は捕らえた。逮捕はされていない。大変だ、お前も共謀罪になっちまう。勝手に言ってろ、ストダード。お前は聞き取れたか。少なくとも意図は伝わった。
ぞだ。この建物が崩れちまう前に。カイ、カイ。だ。こっちか。無事よ。なんとか。どうぞ向かって。中央の広場に合流する。よし。ならスタダードを逮捕する。ちょっと待って。まだメルツの仲間が来る。彼の協力がいる。聞いたかニック。まだ俺がいるぞ。そいつもこれきりだ。ここを抜け出したらすぐにお前を監査部に連れていく。だが俺には腕のいい弁護士がいるかもしれないぜ。さてニック。カールストダード巡査部長、お前にはその気があればだが、黙秘権がある。お前の発言は全て法廷で不利に扱われる可能性が。そこまでだ。これが全ての証拠となります、警部。こういうことか。ストダードは抗争を引き起こし、組織同士を潰し合わせ、連中を一掃しようとした。自分の組織以外はです、うん、ネルツと警官とのつながりを示す証拠はあったが、個人を特定できるものではなかった。君ならきっと最後のピースをもたらしてくれると信じていたよ。
ありがとう。なんで？ニック、一応言っておく。お前には助けてもらって感謝してるんだぜ。こいつは本気だ。ふざけるな。ニック、やめて。カイ。監査部は君の部屋で現金の束を見つけるだろう。33,000ドルだ。これはネルツが最後に引き出したのと同じ額だ。そして問題はだ、それ以前の金を君がどうしたかだ。一体何のマネだ。カイは君に手を差し伸べた。何度も。どうして金を受け取らなかったの。そういうことなのか。チャンスはやった。私は君を仲間として受け入れるつもりだった。だが君は自分たちを正義の味方だと考えていた。そうだろう。そんなものは存在しない。ほら。